息をするスキルと酒を大量に飲めるスキルって俺全然別だと思うよ。え、多分俺普通にドンペリやったら一気できると思うよ。やると思うよ。おー、マジ？やって飲んだ瞬間出せば酔わんから、マジで。ビール瓶とかだって、学生の時はマックス3本だったね。一気、中瓶3本連続みたいな。で、これって、でこんなん当たり前やけど、吐かずに、その場におったら確実に KO や。うん、いや、そうよな、そうだな。いやけど、大体やっぱ、サークルとかでめちゃめちゃ酒飲めるやって、まあ、もともとその、なんか、もう歩く汗と歩できるみたいなやつから、毒物じゃん。それ以外のやつって、もう、酒飲んで便器見たら、あれ吐けますみたいな。もう、ゲロボックス見たら吐けますみたいな。そういう特殊なスキルなんよね、多分、一気って。そうね、だから、酒をたしなむスキルじゃなくて、胃に入れるスキル、水がどれだけ飲めるかなんやろうな、そう。プラス、そのアルコールが吸収される前に全部出すっていう。じゃあ吐くのが得意とかだったらいけるの？そう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 。じゃあ全く吐かずに用意どんで、まあ、みんな同じペースで同じ量飲みましょうってなったら、うん、多分結構飲めんやつっておると思うよ。そういう一気をしてるやつらは別スキルなんよね。だねだと思うわ俺は、うん、最強なのはそれはめちゃめちゃ飲めるやつよ、はい、素でね、全然もう日本酒何杯でも全然もう酔わずにいけますみたいな、もうなんかもうね、ほんとゴミ箱みたいな感じよ、うん、鬼殺し入れみたいなねそうだそうそうそう、本当鬼殺し専用のグループみたいな感じ、全然こいつ弱いんやんみたいな、マジで嘘やろみたいな、ほんとに40度から酒ですみたいな、そういう感覚の人らおるけどね、時々ね。でも俺ほんとでもそういうの俺3人とかしか知らんで、大体日本人って酒飲めんくない？そうだね、そもそも体質的にな、そう、もう遺伝子的に圧倒的なディスアドバンテージやん。だから俺もうブライアンがめちゃめちゃ酒飲んだのめっちゃ覚えとる。ああ、これ放送できないやつじゃんそれは俺も覚えてるわ。俺はそうね、あの時は吐けなかったんだよね、吐き方わかんないし、道でずっと言うときそんなの体勢にいるのに吐けない吐けないって吐けるこいつ、ちょっと気持ち悪いなって思ってた今はなんかわりかし分かってきて、うん、あ、指1本じゃ無理な俺は、ね、なんかもう最悪3本ぐらい入れるんよね、3本ぐらい入れてでこれはホストの友達に教えてもらったやり方なんだけど、塩水一気飲みしたら喉痛めず吐けるよって言われて、そうだ、塩分濃度が同じになるからってことか、そうやってが、なんかその多分自動排出されるらしい、外に自動排出だから、なんかそのおえおえみたいな言わなくても、その自然と外に出てくるようになってるらしくてでも俺これすげえ危険だと思ってて、勢いがなかったらただ単に塩水大量に入れただけになって体の中ぐちゃぐちゃになっちゃうから、なんかやるときはすごい覚悟を持ってやんないといけないんだなって。その覚悟あるときに塩水あるかな。いや作ればいいんだよそんなの、確かにお店の人に頼んで、そのレベルまで追い込まれたときに塩水を飲む余裕があるかっていうのはない。まあ結構俺は、まあ、塩水は俺あんまやったことないんだけど、1回だけしかやったことないけど、そうだね、やっぱ吐けるようになってからは、でも一回俺吐いた後もう飲む気起きないんだよな、なんかその後も飲めますみたいなテンションなんないから、飲みたくない、飲ませさせない、飲ませさせられないしね、別にそこまで、その、まあ、それは環境の問題かな、うん、俺もそんなちょっとロジャーが言うような激しい飲み会の場にいたことないもん。そうか、うん、なんかお前の話聞いてるとさっていうか、そういうやつの話聞いてると、なんか俺が知らないやつ、俺ゲームとかだってしたことないことはないけど、あんなの非日常だよ。っていうかそのゲームで飲まされる量も多分あのロジャーの基準よりはるか下よと思う。やっぱね、テニスサークルって異常だわ。だと思うよ。てかね、で大学が異常だったな。あ、いや間違いない。大学のテニスサークルもうだってニュースになるレベルでみんなやばいもん。でもね、俺らでもね、好んではいたけど、でも、めちゃくちゃ飲みサーかって言われるとそうでもない。あ、ちゃんと練習はするけど。そう、上にはね、上がおるんや。あ、飲んでしかねえやつもおるわけか。ラケットよりね、そうそう、本当にあの新刊合宿にはラケット持っていきませんみたいな。はい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 。そう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 、お前何サークルやねんみたいな。あとなんかあの、テニスってワンセットあるやん。あるね。ワンセット終わるまでに日本酒一升飲み切りましょう。チェンジコートの時毎回飲んでる。ああね、渡される水の飲酒。でもボトルの中が焼酎みたいな感じなんか。そう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 。全然別競技やん。ふうみたいな。全然コートの中で履いてるやつ来たしね。最低。コートの中で履くってお前めちゃくちゃ大変じゃないそれ。マナー悪すぎやろ。やばい。東京次第のテニスサークルはね、頭悪いね。またあるニュースになるところで国公立あんまいないもん、まあ、多分ね国公立そういうことをやっちゃうと国に多分お金とか打ち切られちゃったりした時終了じゃん。
あなるほど。財源がさ、ね、学生じゃなくて国だからさ、多分だ学びの場っていうのが多分強いのかも、ね、まあ、一応でも飲み沢はあったよ、やっぱり飲み沢は確かにあった、ね、飲み沢もやり沢もあったけど、うん、でも問題にはなんなかったね。あでもだから本当に東京次第に来る人のってマジでテニスサークルはね、飲み会で絶対1回しか履けませんでしたか、絶対ないからね、マジで、うん、もう複数回は絶対飲み会で履くから、じゃあピッチャー頼むようなもんなんや、ちょっとお水くださいっていうぐらいの感覚で履いてくるわっていう。いやそうそう、えマジマジマジ、なんかその試合終わった後の飲み会とか、なんか本当になんか風呂みたいなゲロボックスが会場に用意されてる。怖きも。いやそうなんよ、お前ずっとさっきからゲロボックスってな単語になったけど、あれがゲロボックスの存在この世はすごい常識的に存在するものみたいな言い方してるけど非日常よ。なんか聞いてる人もゲロボックスってなんやろうってここまでずっと思ってたって、うん、いやで、あまあいいよ、あのトイレまでゲロ吐きに行ってもそのコースがもったいないから、マジもう本当用意されたのよ会場にね、もうそのゲロボックスがひたひたになってたんで、ひたすらうわあ、うわ最悪最悪、もゲロボックスがあるからみんな吐くんじゃない、やっぱ人数が大人数でめっちゃ飲むからトイレとか普通に悪いよ、ね、ああまあしょうがないなそれは。うわまあ便器あと洗面台、あと洗面台の横姿でも4人しか吐けんじゃん。カウントするべきじゃないところに今2個あったけど、そうそう全然普通女子トイレ入ってとか、全然 女子が男子トイレとかも全然あったし、女子トイレに入る男子はまだ分かるけど、男子トイレに入る女子便器減るから損やろ。そこまで緊急じゃない、女子トイレが全部埋まっててみたいな、ね、うん、ないな、そういう飲み会はないな。ゲロボックス俺は生で見たことがない。でも天然のゲロボックスは見たことある、やっぱり。天然のってない、天然のゲロボックスはそのケゴ公園あるじゃないですか、その福岡の、はいはい、あそこ土曜日の夜午前2時ぐらいかなとか行くと水が流せなくなってる。いやそのうわマジかと思って、俺やばもうこれ測んないやっとられへんわと思って公衆便所行ってトイレ見て、うん、なんかすごい多分ここ10人以上吐いたんやろうなみたいな、ゲロボックスゲロボックスになってしまってて、でやばこれ流そうと思ったら流れんで、でちょっと水位上がってなんかね冷静になって吐く気がしてた。いやマジで東京とかってさ、歓楽街はもう公衆便所も多分空いてないし、コンビニもトイレ貸さないじゃん。空いてないね、空いてないわ。貸さないじゃん。空いてないね、確かに東京って。福岡ってそこが曖昧だからさ、ちゃんと貸すんだよ。だからちゃんとやばいんだよ。福岡ってマジあの、なるほど、ね、みんなのお酒の飲み方の治安の割にめちゃくちゃトイレの準備いいよ。そうなんよ。いや逆にこれはねディズニーランド方式だと思うよな。ゴミ箱を増やせば増やすほどゴミを路上に捨てる人は減るんよ。ああそういうことね。うん、東京結構路肩に書いてあるもん。そうね。そうゲロボックス置けばいいよ、もう交差点ごとに。ゲロボックスそんな街住みたくないけど。臭そう。